今日はどこに行くんですか。今日は1万円の物件を見に行きたいと思います。それ自己物件じゃないですか。大丈夫ですか。あの過去に2人ほど、そうそうそう、妙な趣味があったりとかぜひちょっと楽しみです。これ大丈夫ですね。じゃあ神成町で降りて、現地行ってみましょう。行きましょう。さよなら。はい、あ、でこれを左、こうだ、こう。しかも窓割れてるじゃないですか。やばくない？すげえ。あ、逃げちゃった。やばいね。何これ。どうですか？こっちから入れねえじゃん。入れない。出るかもしれないよ。やっぱここなんだ。ならない。あ、でも広い。何これ？とかも風呂？意外と広い。これば、本当だ。景色もいいですね、お風呂の。すごい。とてもいいですね。やっぱり外さん出れてるいいか。すごいね、これ。お父さんじゃ。そうそうそう。これね。洗濯機ね。すげえ。ちょっと2階に行ってみましょう。いいな。1階ちょっと足もちょっと危ないです。足も気をつけて。足もか。足とか抜けるからね。ギャーン。あったかい。これ10年ぐらい誰も住んでないでしょうね。うん。待って、こう洋室とかってなったけど、わ、が。洋室これ。これちょっと見てください。水着が出てきますね、これは。雨漏りの音がすごい。これ昔住んでた実家はこんな感じだったな。これどこでね、ここね。みんなで住む。これ日向ぼっこもねできますね。これね。じゃあここ家賃5万でいいですよ。5千円ね。高ない。DIY 可能ですけど、DIY しないといけないよね。 DIY くらい。 DIY から自分で。 DIY 男性用のトイレ。 こんな感じだ。 なんか、ただ。 お！ なんかめっちゃ生活感ないですか？ この辺。 めっちゃある。 何？ 見て。 ちょっと面白い。何？逆だろって。逆だよね、これ。え、でも窓あるから開放感があるから。こっちはね、おしっこ専用のやつ。これはたまらんな。開放的じゃない。これちょっと普通にインスタ見えようか。ちょっと面白い。ストーリーだよ、これ。こっちはなんかめっちゃね、ポットンだった。マジで。いくらだと思う、ここ。いくらでしょう、一月。一月？一月いくら？え、貸しよ。うん。広いよね。28,000円だったの。28,000円。はい、28,000円出ました。めっちゃいい。でもさ、これさ、ちゃんと全部契約して住めば住めるよね。トイレ大丈夫？大丈夫です。いいんだよ、して。うわ、クモの巣。さあ帰ろう。帰ろ。え？帰ろ。もういいよね、こんな感じ。コットンだからね。正解は？正解は1万。1万円？1万。月？そう、月1万。うん。入り口が分かりづらいもんね。これ昔ちゃんと切りしたんだろうね、これ。じゃあね、ちょっとインタビューをしてみましょうね。こんにちは。
あの今日そこの物件見に来たんですよ。あの後ろの、はいはい、あれってどのぐらい空いてるんですか今。お家はどのぐらい住んでないんですか。ちょっとでかくないですか。1年前に住む子は家があるね。ありがとうございます。どうでしたか、ね、いや1万円で物件よりも俺じいちゃんと会いたいですね。じいちゃんのためだったら1万円払います。じゃ契約ということで。そうですね、よろしいでしょうか。契約させていただきます。どうもありがとうございます。確定しました。ありがとうございました。